いやもうその話だけでもこう時間過ぎちゃいそうなんで、はい、ちょっと話進めたいと思うんですけども、はい、そのテレビ番組ですね、はい、お前ら行くなっていう番組があったんですけども、はい、あれテレビ番組なんだっけ。今元々はビデオで始まって、うん、今はあのエンタメーテルさんという放送局の方で、はい、あの今年に2回やらせていただいてます、うん、はい、はい、でその最初の企画のスタートの時にロケ開始直前で緊急入院されたと。あ、ね、テレビの放送の時ですね、はい、はい、でも監督も原因不明の負傷を負われたとその時に、はいはい、ことなんですけども、これどういったことがあったんですか。ね、まあまあ、もっとまあ、監督の話っていうのはちょっとそれよりも前の時期になるんですけども、僕らロケして映像を作るじゃないですか。で、まあ、そんなに潤沢な予算じゃないので、監督自体が家で、まあ、パソコンを使って、映像編集するんですね、はい、まあ、元々、まあ、もちろんプロ機材なんですけども、でハードディスクにこうデータを入れてやるわけです。で、元々は僕ら心霊の時って、まあ、決まり事みたいなもんなんですけど、デジタルのカメラ使わないんですよ、うん、っていうのはデジタルだと、デジカメじゃないの、デジタルのカメラだとあのムービーとかだと、うん、パツンって言った瞬間全部データ飛んじゃうんですよ。うーん、そうするといろんなロケしたデータが全部ダメになっちゃう、はいはい、何日もかけて撮ったら全部ダメになっちゃう、はい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 、なのであの昔のテープのカメラ、古いテープ、うん、8ミリとかなんかそういう、あ、そうですそうです、ハンディカムの、はい、ハンディカムの、まあ、業務用のハンディカム、今もうないでしょ、テープ手に入らないですよなかなか。でそれをまあ使うんですね、はい、そうするとなんか現場で起きてもその部分だけクシャクシャッとかビビッってなるけども、その前後は残るんですよ。デジタルだとパツンっていったら全部消えちゃう、全部もう復元不可能、はい、だからテープで撮ってそれをテープでもそれクシャクシャッってなるなりますなりますなります。テープ飛び出すこともあります、たまに飛び出す、うん、景気ね、景気です、そういうことじゃない、だからそうではない、クラッカーみたいな、そう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 、プローンと今年の頭もハードディスク全部飛んじゃって大騒ぎになったみたいなこともあるんで、なのでそれを一回ハードディスクに入れて、はいはい、まあ、作業するんですけども、うん、監督がこう作業してたんですよ、はい、作業してたらそのまあちょっとなんていうんですかね、奈良の方の幽霊が出るっていう現場があった、ホテルがあって、そこの、まあ、映像を作業してたら、だから突然なんか調子が悪くなって、うん、で寝たんですって、で朝起きてで続きやんなきゃと思って、はい、起き上がろうとしたら起き上がれないんですって、お子さんが来て、お父さんどうしたのって、お父さん起きれないって、どうしてって、なんか体に力が入らないって、金縛りではないの、はい、金縛りじゃないの、で脱力感って感じ、お医者さんに来てもらって見てもらったら、え、このままで寝たままで、家に来てもらって見てもらったら、うん、背筋が断裂してると、え、背筋が断裂、背筋が一本筋肉ピンって切れてる、筋肉、うん、だから起きれないんですよ、寝てて、重症じゃん、断裂、うん、聞いたことない、寝ててですよ、かまいたちみたいなもんですかね。ゴエモン。でもかまいたち皮切れますもんね。うん、ああ、中だけが、中だけが背筋切れて、うん、ああ、ジョジョだな。そうですね。スタンドだ、うん、スタンドだ。そう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 。で起きれなくなっちゃって、で結局まあ締め切りがあるわけですよ。ビデオにする。うん、だから起きれないんで、うん、どうしようと思って、で知り合いの編集プロダクションの人に来てもらって、うん、ちょっとごめん、ちょっと無理だからハードディスクと、まあ、粗く編集したあらへんがあるからこれやってくれっていうので、うん、呼んで。でその編集スタジオの社長が知り合いなんで、社長が来てどうしたって、うん、いやちょっとなんかこんなになっちゃってって、そういうのやってからだよって言われながら、ハードディスクとデータ渡して、うん、じゃあ10日後にお願いねっていうので渡したんですって、うん、で、まあ、10日間、まあ、寝たきり状態で、うん、で一応そうなんです、入院とかなるんじゃないの、でも入院してもどうにもならないんですよ、消えちゃってるものは首を待つしかないんで、あ、一応まあつくんだ、うん、はい、でこうやって待ったんですけども、10日経っても連絡ないんです、うん、でおかしいなおかしいなと思って、うん、その会社に電話して、うん、で社長さんいらっしゃいますかって言ったら、あ、社長今いないんですって言って、うん、あれじゃあいつ戻りますかって言ったら、いやもうしばらく来てないんですって、いつ来てないのって言ったら、いや何日の夜に、うん、お客さんのとこ寄った後それから帰ってきてって、それ自分家なんですよ、自分家寄った後、はいはいはい、会社来てないって言うんです、何が終わったのって聞いたら、いや社長家火事になっちゃっ て、お客さん家行って、だからまあ監督の家ですよね、うん、監督のお家に行ってそのままハードディスク持ってお家に帰ったら、
夜お家が火事で焼けて全部なくなっちゃった。で監督が命はその社長さんは命助かったんだけど、何かブツブツ言ってあれは絶対何とかだって言って、それっきり会社来なくなっちゃった。でそのハードディスク預けたんだけどそれ聞いてるって言ったら、いや全然何も聞いてません、おそらく火事と一緒に燃えちゃった。うわー、ないないない、じゃあもうないない、ね、それで、まあ、でもテープがあるんで、あテープ、テープがあるんで、幸いテープがあるんでしょうがないっつって、体をこうコルセットで固めるだけ固めて起き上がって、またハードディスクに落として、新しいハードディスクアマゾンで届いたやつに入れて、それで編集したんですけど、もう時間がないからテープチェックしないまま、映像チェックしないまま編集だけして、でマスターテープディスクにして、はい、DVD 作っちゃった、うん、でそれで発売したんですよ、うんうん、すごいな、チェックなし、ノーチェックで、ノーチェック、うん、もういいやと、で発売して、で発売イベントで僕らがいやーっつってこうやってたら、そのお客さんからおかしいですよねって言われるんですよ。いや何がおかしいのって言ったら、うん、ほらここ音がなんか音が聞こえるだろうかって言ってるじゃないですか、うん、いや音したんだよ、いや、うん、そうじゃなくて、この音が聞こえるだろうか以前に映ってますよねって言われて、ええ何映ってますよねって言って、何分何秒映ってますよねって言ったら、お客さん、他のお客さんも先に買ってた人たちが映ってます映ってますって言うんです。で慌てて販売用に持ってきたテープ、DVD ビッて破いて、その場でかけてバッて見たら、そのホテルの5階から6階に上がる階段で、この上があれだよねというので、はい、でみんなでこうやって上の階段を覗いてると、踊り何にもない、ベランダも何にもない窓の外から人が覗いてこうやって見てるんですよ。それが映ってる顔が、そうそう顔がはっきり映って、あれ板川さんの顔じゃない、じゃないです、じゃないです、だって僕いないですもん、あそこだってあれ僕出てないです、巷では絶対板川さんになってひどい、でもはっきり映ってる、映ってるんですよ。あれはそれで大騒ぎになっちゃうっていうのがあって、あそれでテレビ化になっちゃう、ビデオのシリーズがテレビでやりましょうって話になったっていうのがあったんですよ。で段取りして、でいよいよじゃあ1回目は何ですか、八甲田山行こうとかって準備してたら、僕の方が倒れちゃって。何で倒れたんですか。これ、ね、いろいろ言われてるんですけど、当時ちょっと犬神っていうのがあって、うん、はい、ちょっとねこれねやばい、ちょっとトイレ行ってこれねやばい、ね、トイレ、そのやばい、やばい話、いや本当やばいから、やばい話聞こう、これはね本当にね、そのやばい話、いろんなね心霊話とかね取材とかで聞いた中で、うん、これはねちょっとねシャレなの、うん、ちょっと早くトイレ、見栄えにです、はい聞きましょう、はい、まあ今も知り合いの人なんですけども、はい、まあ、会社経営してて、はい、でちょっと最近会社の経営が良くないと、うん、でなんでかって言ったら、まあ、彼女と結婚した、うん、それ以来経営が悪いって言うんですよ。いやー参ったって、それは何精神的なものって言ったら、うん、いや彼女のせいだって言うんですよ、うん、言ってることが分かんないんで、うんうん、なんで彼女との喧嘩がそうなるのって言ったら、うん、ちょっと僕もよく理解できてないんだけど、彼女は私のせいだっていう、うん、でそもそもじゃあどういうことかっていうと、その彼ってすごく若くして会社の社長になるんですよ、はいはい、うん、でちょっとまああんまり言えないんですけども、うん、ありえないぐらいの出世をするんですね。なるほど。それでなんでそんなにうまくいったのかっていうと、どうも彼女のおかげなんだと、うん、で彼女とその会社の社長になる直前に知り合って付き合うようになったと、はいはい、でその彼女と付き合ってるうちにどんどんこう、まあ、運気が良くなってきて、うん、結局社長になった、うん、社長になった時に彼女から私のおかげだって言われたって言うんですよ、うんうん、で何を言ってるんだろうと、まあ、私の内助の功なんだろうって言ってるんだろうなと思ったんだけど、うん、どうもなんか雰囲気が違うなと思ってたら、彼女のお母さんがある日その田舎から出てきて会いたいって言われた、うん、それで、まあ、ホテルのラウンジに呼び出されて、うん、で彼女と3人で会うんですね、はい、で会って初めのうち楽しく喋ってるんですけども、そのうちお母さんがこうやって彼のこと見るんですって、こうやって、うん、見られてる、でちょっと2人っきりで話したいからあんた下がってなさいって言って、うん、彼女を外して2人で喋り始めた時に、うん、その
別れてもらえないかって言うんです、はあ、うちのこと、うんうん、なんでですかって、僕いい大学も出てるし収入もあるし、うんうん、今、うん、社長もやってるし、うん、あのその絶対不幸にしませんよ、挑戦、ね、できますよ、できますよ、自信ありますよ、愛してますよみたいな、はい、うん、言ったんだけど、いやそれは分かると、うん、それは分かるし、それは理解できるけど、うん、違うんだと、うんうん、あなたの血は薄すぎてダメだって言うんですって、薄い、うん、で、あなたの血が薄いっていう貧血ではないですよね、貧血、あ、違う、うん、そういう意味では、意味ではなくて、それでなんか、なんかの血が薄い、血が薄いって言って、で血が薄いって何ですかって言ったら、うん、いや、あの言っても分かんないけど、あなただと長生きできないからダメだって言うんですって、え、僕なんか病気じゃないですよって言って、いや、そういうことじゃないんだけど、別れてくれって言われた。うん、で、お母さんそのまま帰っちゃった。うん、で、後で彼女に、なんかお母さんにそんなこと言われちゃったんだけど。まあ、理不尽だよね。うん、言ったら、ああ、やっぱりって言うんですって、彼女。ああ、やっぱり。それも失礼。心当たりってか、わかる。わかる。はい、で、なんでって話を聞いたら、うん、そのうちは、まあ、四国のある名門の家の一族なんだと。はあ、はい、で、そこの、まあ、家の、まあ、女系なんですけど、はい、その家の女性と付き合うと、その運気が上がって出世もすると、はい、いいじゃないですか、アゲマンみたいなもんじゃないですか、そう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 、はい、ね、エスパー小林さんがよく言ってるアゲマン、そうそうそう、上がる、うん、上がる、だけどそ の, こ, のここのラインがとかそれに見合うだけの男側に力がないと、結局男の寿命はどんどん縮まっちゃう、だから多分あなただと多分持たない、そのうちの私の家が持ってる力に耐えられなくなっちゃうっていうようなこと言ったんじゃないかなみたいなこと言うんですって、でうちのおばさんもそんな感じっていうふうな話をしてて、あの嫁いだ先がいきなりその大成功を収めたりとかもあるんで、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、だから私と一緒にいると運気が上がるんだよ、あげまあげま、だけどだからあなたのことは私の方が大事にしますよみたいなことを言われたんですって、で、ああそんなもんかなと思いながら一緒に付き合ってたんだけども、うん、そのまあ、男ってダメな生き物で、はあ、たまたま仕事で一緒になった人がすっごい綺麗な若い女の子で、あ、でゲス不倫なんか最近流行りの、なんか、ね、はい、YouTube にアップしてなんかすごいことになってるね、あの俳優の、ね、ありますね、ありますね、騙されましたですねそうそうそう、はい、あれが一番ホラーだなと思ったんだけどね、バイブンのブンブンそうそんな感じで、うん、それで結局その子が気に入っちゃって、まあ、はい、まああれなんですよ、まあ結婚してないですから不倫ではなく、うん、浮気、ね、単なるね、浮気しちゃったんですよ、うん、でそれが彼女にバレて大喧嘩になって、うん、それ以来会社が傾いてきてるって話を出たんですよ。まあそれはしょうがねえよ、その身から出たサビっちゅうかな、それはまあ、でそれがちょっとまあ、なんとなく面白い話だったんで、うん、北野さん、北野誠さんに話して、うん、こんな話あるんですよっていう話をしたら、二人で、ちょっと楽しいね、ちょっといろいろ調べようよっていうので、いろいろ調べ て、ね、人の不幸は蜜の味みたいなね彼のことを思ってですけどね、あ、はい、あ、守ってあげなきゃいけない、そうです、でいろいろ調べていくと、どうも出身の場所とかその彼女の家の方が、うん、まあ、ここで今言えてない話もあるんですけど、うん、それを聞くとどうも、うん、その犬神っていうそのまあなんですけど、眷属を刺激しているような一族の人なんじゃないかっていう、まあ、四国のね、はい、神仰ですか、ね、で犬神って女系で女性につくんです、僕も独自に取材に行ったことあるんですけど、女の人についていて、で、4の倍数ごとに増えるんですって、つまり4匹8匹16匹32匹って力が強いほどその多くなって、で家の床下に住んでるんですって、で女系の女の人が多くて力が強ければそれがたくさんいて、でそいつらがその特にその例えばあいつをやっつけろとかっていうことではなくて、忖度するんですって、なるほど、うん、だだそのもう全部ね分かってると、はい、だから今まで言わなくても分かってます、敵がいるなと思ったら勝手に飛んでってそいつを潰しに行ってくれるとか、そういうのをしてくれて、まあ、ある意味ね、その人のことだとなんか心強い、うん、そうです、うん、だから身内を助けて身内をどんどん格を上げていくっていうのを影の軍団みたいなするんですね、で、まあ、ただそれを例えば作る時には本当かどうか分かんないですけど、うん、犬をその土の中に埋めて首だけを出して、ああ、ありますね、はい、で飯を与えない、その犬の子供を目の前で殺すとかっていうことをして、孤独っていうね、はい、でその犬に最後もうここまでない不幸ってところで、不幸に
なったところで餌をこう出すわけです、うん、そうすると犬としてみればそこで施しを受けた気持ちになるわけですよ。そこまで追い込んだのはその人間なんですけど、うん、でも人間犬が助けてくれるんだと思った瞬間に食べる前に首をバンって跳ねるんですよ、うん、そうするとその人間に対しての忠誠心っていうか ありがとうと思った気持ちだけの状態でその魂を自分に刺激させるっていう方法らしいんですね。呪詛あれ孤独ですよね、はい、あの民族学者の有名な小松和彦大先生がね日本の呪いって本の中で紹介しています。あのいわゆるこれ本当に闇の事実って言ったらですね、恐ろしい世界なんですよ。でそれなんじゃないかって話になって、うん、その彼にあのもしかしたらそういう家系じゃないかもしれないよねって話をしたんですよ、うん、はい、で僕よくわかんないですその何神ですかって犬神、うん、そんなことするんですか、いや怖いなみたいな軽く言ってるわけですよ。軽いね、うん、怖いなわかんないから、うん、いますけどねチャラ男、うん、チャラ男じゃないの実は、うん、結構チャラいんですよ。えで呪われて当然だな、2日後ぐらいにあの北野さんのところに、はい、まあ、僕と北野さんのところにメールが来て、あのこの間のそのなんとか神なんですけど、はいはい、あの彼女にお前んちそれかって聞いたんですって言って、またデリカシーないなダメだそいつ。そしたら彼女はそんなことないよ、うん、犬の首なんか切るわけないじゃんって来てましたって来ましたって、うん、あ本当よかったね、うん、ただなんかおばあちゃんは今羊でヤギでやってますって言ってるんですよ。ヤギでやっている、ヤギで1年に1回そうやってるってやってんじゃん毎年はい